英雄戦チャンネルの時間です。若藤です。西です。鈴木末吉です。本日は鈴木末吉さんにお越しいただきます。ありがとうございます。どうもないです。よろしくお願いします。ハンダースさん、もう解散しても45年ですね。しますか。はい、ハンダースは5年で解散してるんで、それからもう45年経ちましたからね。なんと今年50周年なんですよ。芸能活動、ちっちゃいことからコツコツと、来てしまいました。50年も、はい、思い出の何さですかね。あ、ありがとうございます。まああのセカンドシングルなんですけども、はい。はい、まああの一曲目はね、あのあなた見たかなんちゃっておじさんってもう飛び降り売れなくて、で二曲目のハンダースの思い出の何さが、まあこれもう清水明さんがもうメインでね、モノマネ全部やってましたけど、うちらはもう黒子として裏でこういろいろとねお手伝いをしてるって感じで、まあこれはでもヒットしたんですね。ですよ。はい、当時で30万枚以上のヒット、はい、っていうことなんで。はい、もう CD も何もない時代ですからすごいですね。そうですね。これあの有線放送大賞の新人賞をいただきまして、はい、でなんと一票差であのサザンに勝ったんですね。サザンがちょうどあのデビュー曲のうちらが一票差で勝ったってマネージャーからデビュー、はい、すごいですね。すごいですね。サザン超え。しかもジャケットは海で撮ってられましたね。そうです。はい、うん、はい、これ皆さんいいんですよ。これハワイとかグアムとかみんないいんですよ。これ千葉の本宿なんですよ。言わなきゃ分かりませんけどね。まずは芸能界のきっかけっていうのをちょっと教えていただきたいんですが、はい、僕はもともと時計が好きで、で高校時代からもう皆さん結構腕時計ってしてましたけど、僕腕時計持ってなかったんですよ。たまたま見たら銀座なんで面白いのやってたんですよ。その時になんか3カ所にね時計折り時計がもらえるんですよ。3カ所でそれ欲しさに出たんですよ。銀座ナウのテレビに出るのは時計欲しさ、はい、そうです、はい、で僕は小学校4年生ぐらいまで結構おとなしい子で、自分で言うのもおかしいんですけど、5年生ぐらいからちょっと目覚めましてね、うん、で担任の先生の真似とか、うん、やっぱり当時からもうやって誰でもやってる森進一さんの顔とか、うん、ジャイアント馬場さんとかっていうのはね、うん、やってたんですよ、クラスの中で。うん、でやっぱり笑わすのがもう好きになってきて、それからですね目覚めたんですよ。だからお笑いは好きでした、うん、小学校の5年生ぐらいから。時計が好きなんで、はい、銀座ナウだけど、はい、もしかして白いギターが好きならテレビジョッキー、そうですね、ということで、はいはい、そういう時代でしたよ。そうでした、うん、よくご存知で、さすがです。だからねテレビジョッキーの場合もハガキで出したんですよ、自分のネタを書いて、返事来なかったんですよ。ただ銀座ナウの方は自分のハガキの裏に、まあ、こういうものまねできますよみたいに書いて送ったらすぐに来たんですよ。そしたら今でも覚えてますけど、まあ、TBS のね、F リアーサルスって一番ひどいところがあるんですけど、そこに、まあ、なんていうんでしょうか、オーディションみたいのがありまして、で、土曜日なんですけど、来てくれって言われて、で、行ったんですよ。したら100人以上いましたね。もう100人以上、ぶわーっといっぱいいました。で、終わってから、ちょっと残ってて、皆さん残っててくださいって言って、で、合格者発表しますって時に、自分ともう一組だけ、二組だけなんか選ばれたんですよね。100分の2ですか。はい、100人以上いましたからね。そう、応募した時にこう書いたネタは何のもの。その時はもう当時流行ってた傷だらけの天使の萩原健一さんと水谷豊さんのその会話ですとか、あとデストロイヤーさんですとか馬場さん一番とかね、そういうやつをちょっと書いたりして、でその時は猪木さんは書いてなかったんですけど、途中からですね猪木さんはやるようになったのは。後に鈴木さんの代名詞という猪木さんのまだその頃できてないと。はい、できてないです。はい、勝ち抜き戦なんですか、あの番組。そうです、5週勝ち抜くとチャンピオンになって、でなんか知らない間に千田光男さんの後ろでアシスタントみたいにレギュラーみたいになっちゃうんですね。でそれは僕全然もう知らなかったんですけど、でたまたま、まあ、アントジアも勝ち抜いて、ラビット関根という芸名でしたけど、関根勤さんが初代のチャンピオンで勝ち抜いたら、もうなんかアシスタントみたいにもうタレントをやってるんですよね、千田さんの後ろで。あれ、なんだろう、そのままなんか自分もタレントになっちゃうのかなみたいなあれはありましたけど、でも全然自分はほらタレントになる気なかったですから、時計欲しさに出ただけですから、うん、はい、2代目チャンピオンですよね。僕2代目なんですよ、だから偶然同じメンバーだった清水明さんがちょうどね5週目かなんかだったのかな、の時に僕が1週目で、それで勝っちゃったぞたまたま。はい、そうなんです。それで新生の先生が、じゃあ明さんはとりあえずまたチャレンジしてっつって、また
来週から来るわけです。で、僕はその間、2週目、3週目、4週目、で、5週目で、勝っちゃったんで、それで、順調にいっちゃったんで、それで、もう2代目チャンピオンになって、それで、アキラさんが後から入ってきて、それでまたアキラさんがそうやって勝ち抜いてって、それで、結局、3代目ってことで、で、4代目がアパッチケンさん、それで、7代目にアゴさんで、で、8代目に桜金城さん。っていうのが、あ、もうそれで、揃っちゃうんだ、はい。最初の、はい。順番でいきます。ハンダースさんが、もう歴代チャンピオンでどんどん埋まってくるっていうことですか？そうでした、最初は。はい。その当時の名前が、素人コメディアン道場、花の六人衆っていう長い名前なんですよ。うん。それで、ありがとうの小林さんという方がいましてね、小林正弘さん。その方はね、3週で落ちてたんですけど、毎日のように銀座テレビさん、毎日遊びに来てたんですよ。うん、だプロデューサーの方が、ちょっと小林さんも仲間に出てあげろよっていう話になりまして、それで6人になりました。それで、番組で名前を募集したんです、はい、そしたら10人の半分だから6人でザ・ハンダースっていう名前が決まったんです。はい、由来はハンダースさんは歌手を目指してるんですか？いえ、とんでもないです。皆さんピン芸人なんで、うん、まあモノマネをしたりとか漫談をしたりとか、まあそういうまあお笑い系ですよね。芸人っていうかお笑い系なんですけど、もともと歌手になるとはもう全然そんな誰も思ってなかったです。たまたまやっぱりその当時ですかね、山手線になんちゃっておじさんっていう、なんか出没するみたいな、そういう噂があったんですよ。もう50年ぐらい前に。で、それってましたよね。そうですよ。なんか、ドアが閉まるときになんちゃってってやるおじさんが現れるって。で、それを、デビュー曲で、あなたは見たからなんちゃっておじさんって曲をね、まず出したんですよ。だからその時はちょうどブームが下がる時だったのかな。ブームがもうみんな忘れかけてる時に出したもんですから、飛ぶように売れませんでしたね。それで、ね、セカンドシングルがそのハンダースの思い出を渚ってこと。それは飛ぶように売れたんですよ ね。で、歌めちゃくちゃうまいじゃないですか、ハーモニーもあれ。いやでも、うん、中で一人音を外してましたってのはあれ俺なんですけど、アキラさんが言うんですけど。実は思い出の渚の B 面は、はい、作詞されてるんですか？なんとですね、あんまり大きな声で言えないんですけど、小さい声じゃ聞こえないんで普通に言います。はい、私の作詞でね、僕のおふくろっていう、詩なんですけど、で僕はおふくろ子なんで、もう自分のおふくろはもう大正6年前ですから、で僕は6人兄弟の末っ子で、もうすごいもうおふくろが41か2くらいの子なんですよ。だから末吉さんなんですか？そうみたいですね、本当にもう末っ子で、もう止めるという感じで、だから本名は鈴木末吉、大吉末吉の、松吉末吉、末吉でずっとやってたんですよ。今末吉さんは寿で、はい、矢沢さんの栄吉ですよね。はい、そうです。吉へ、はい、ワクワクするんですよ僕ら矢沢さんのファンは。あ、嬉しいですね。いやーと思って、やっぱり聞かれます、栄ちゃんのやっぱりファンなのってこれ、あんま好きですよって言って、喜ぶことが永久に吉あるってみたいに、で画数も見てもらったらまあいいんですよ、自分の本名の松吉の末吉よりも寿口の方が画数的にもいいし、はい、でもう20年ちょっと前ぐらいにも寿口に変えたんですけど、バッケシです、はい、舞台やっぱ中心ですね。多い時に年間5本6本ぐらい、毎年舞台をやりながら、やっぱりイベントです、イベントも好きなんですよ。でイベントでやっぱ司会をやったりとか、その中でまたパフォーマンスをやったりとかっていうのが、ずっと来てる流れなんですね。自分の誕生日が7月3日なんですよ。トム・クルーズさんと一緒なんですけどね。そうなんです。で7月3日で、7月3日が毎年ちょっとまあ誕生日会をやってるんですけど、その7月3日にはもう50周年ということで、ちょっとね、いろんなゲストとか、まあ、来ていただけるんだら呼んでいただいて、来ていただいて、それでちょっとなんか盛大にやりたいなっていうのがちょっと、まあ、今年の目標というかっていうのがあります。やれるとしたらやっぱ猪木さんですとかね、立川大さんのパフォーマンスとかって、でやっぱりちょっとね、自分の後輩とかね、芸人さんとかちょっと呼んで、それで芸を見てもらおうとかなっていう、そういうふうな企画をちょっと考えてたりしています。はい、まだまだちょっとお話は聞きたいんだけど、本日はこの辺、はい、ということで、はい、ぜひまた次回お越しいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。